皆さんこんにちは、ふみです。ご無沙汰しています。ちょっとですね、仕事が忙しくてダイモンドペインティング全然できてなかったのでアップロードもしてなかったんですけれども、久しぶりにですね、ここのところちょこちょことアメリカの方でお買い物をして、私は向こうに、転送サービスというのを使っていて、1月に1回、アメリカで買ったものを全部日本に個々に送るのではなくて、そこの、転送会社さんに、全部集めて、そこから全部をこういうふうにボックスで、日本に送ってもらうようにしています。なのでそれを今日は一緒に開封していきたいと思います。で、私がなんで、そういうサービスを使っているかというと、最近結構日本に送ってくれるところも増えてきたんですけれども、昔はまあアメリカ国内しか、送りませんとか、昔言っててもそんな前ではないですけれども、あとは小さい小物、例えばペンとかカバーマインダーとか買うと、それを送るだけで、特にCOVIDの時代になってからは2000円とか一つずつ送ってるのにかかってしまうので、それをこういうふうにまとめて送ってもらうと多少は送料が安くなるので、そうしてるんですけれども、その分、通関とか個人でやらなくてはいけないの で向こうの会社も完璧ではないので、英語で結構やり取りをするので、労力、時間をお金計算にしたら、どちらが安いのかわからないですけれども、で特にあとはダイヤモンドペインティングを送るときには箱が大きくなるとその分輸送量も高くなるので、ダイヤモンドペインティングはできるだけフリーシッピングで、なるように送ってもらうようにして、小物をこういうふうに集めて送っています。こういうふうに何個も何個も来たものが一つのこう箱にその転送会社さんで入れてくださる、郵送されるんですけれども、で例えばこれなんですけど、表を見ると名前が書いてあるのでこっち側だけですが、こういうふうに開いてきてしまいますね。これは通関会社さん、通関で開けられる場合もありますし、転送会社さんで開けてくる、開ける場合もその向こうに荷物がついた時ですね、あるので、たまにおまけのスティッカーがなかったりとかしましたけれども、中身がなくなってたということは私の場合は一度もなかったですね。これは、これはドナバスというペンのところですね。ミステリーのペンだったので、どんなペンかわからないんですけど、まずこれがレジンの、可愛かったので、どうせ買うんならと思って一緒に買ったんですけど、ペン置いてもいいし、なんか小物置いてもいいかなと思うんですが、すごい向こうのセロテープってなんでこんなに硬いんですかね。よいしょよいしょ。で、私ずっとそのワックスのビデオナンバー2を作りたくて、だ考えがまとまらなくてずっと先延ばしになっちゃってるんですけども、それも早々に作ってお流ししようとは思ってるんですけど、これですね。これは向こうのシールですけど、こんな感じ、キラキラしてて可愛いですよね。レジンですよね。でこう置いて、ここにこうやってペンとか置くんだと思います。こうやって転がらないし、他の小物でも、別にイヤリングでも小物でもいいと思うんですけど、これが一つと、よいしょ、それからこれがペンですね。さあ、どんなペンでしょう。おー、すごい。かわいい。めっちゃお花ですね。これ私、お花のこういう、お花じゃないか、透明の中にこう、映るかな、インクみたいなのがこう飛んでて。で、このリング、最近こういうリングがペンについてくるのが、最近というか、こういう、セラーさんで多いんですけど、あんまり重くないです。石がついてる分、石の分重いですけど。かわいい。これは上がりますね、このキラキラは。で、もう一つ、最近ここのお店でしか私は知らないんですけど、他にも売ってるか。これがですね、例えば、こっち側使わなかったら、
これをこう刺して、ちょっとこれ大きさが入ったか。でこれで使わないときはこっち側がこういうのがついて、まあ自己満ですよねなんか可愛いですよね。合うペンがもうちょっとドリーミーな方がいいですかね、この色より。でピンクとかの色があればそれにつけてペン先を可愛くしたいと思って、購入しました。次のお店が、これは、あ、そうそう、その先ほどお見せしたそのレジンの、レジンというか、ドナバスさんの、まあ、こういうペンよりもですね、まあ、両方使い勝手はいいんですけど、例えばこれとかは、これはポリマークレーとかいうのかな、まあ、このペンの素材が違って、ポリマークレーの方が軽いんですね。なので私はその手首が弱いのでこの軽いのを使ったり、ただかといって手首が痛いからといって、あの軽いので細いのばっかり使ってると今度また親指の付け根が痛くなるので、いろんなペンを、使うのはもちろんその気分に合わせてというのもありますけれども、痛みが起こらないようにという観点からも、変えて使ってます。でここはもう出ちゃってるけど、こういう袋に、でここ初めて買うお店でちょっと名前忘れちゃったんですけど、これがそのレジンじゃないポリマークレーのペンですね。でレジンよりポリマークレーのペンの方がだいたい比較的お安い。あ、全然軽い軽い。で例えばここのお店のはこのでポリマークレーでこうなんていうんですかね、ギザギザを作るのは難しいのでだいたいこうストレートのものが多いんですけど、でこれちょっと太めなんですね。で太めが欲しくて、というのも先ほどお見せした私のポリマークレーのペンよりちょっと一回り太いですよね。あとはもう一つね、もうこのお店、これこの今のこのお店が私は細くて、でここ唯一こうボコボコがこういい感じについてたんですけど、今いつのお店閉まってて、あとは、まあ、こういうポリマークレーのもあるんですけど、まあ結局どれが一番合うかというのはお人それぞれだと思うんですけど、私の結論から言うと重さは慣れるし、どのペンも使いやすいと思います。でなんかここワックス売ってたので買ってみようかなと思ったんですけど、まあ、ワックスのことはまた今度、そのワックスパート2で。よいしょ。で次が、これもペンなんですけど、最近ダイヤモンドペインティングはあんまり買っていなくて、というのももう前のがたくさんありすぎて、少しでもそっちを終わらせてから買わないと一生終わらないと思って買わないように努力をしています。これはちょっと太いかなと思ったんですけど、この中にピンクの普通のペンがはまってて、まあ、ここにあのペン先を、まあ、ついてもきますけど、このブラスト私はあっちのステンレス使ってますけど、で柔らかいスポンジの素材なんですよね。ちょっと私の手に、私は手ちっちゃいからあれかなと思ったんですけど、まあとりあえず手首と親指の付け根が痛くならないようにこれも試してみようかなと思って買いました。次が何でしょうね、ここのところダイヤモンドペインティングをやっていなかったし買い物もしていなかったので、そこのもちろん1ヶ月に1回送ってもらうその転送サービスにも月に数ドル払わなきゃいけなかったので、もうそろそろやらないんだったら退会しようかなとかも思ってたところで、少し時間がまたできて、できるようになってきて、サイトを見たらしばらく見てなかった分、あれも欲しい、これも欲しいってなっちゃって、これもペンですね、これペン先、細い方のプラスチックのとブラストのと。でここは、あ、そうそう、私のお気に入りのペン屋さんでこれを買いました。見えるかな、ちょっと虹色みたいな、でちょっとパールがかってて綺麗ですよね。でここの特徴はこっち側がフラットなんですよ、わかりますか、ここがこの一面だけが、なのでロールストップといってこうくるくるしない、このままこうテーブルの上に置いといてもゴロゴロってこう
まあペン立てに立ててれば別ですけど、こう平置きしてる時に転がっていかないので、結構私ここのペン好きで、さっきのこれもそうですし、ここ削れてるんですけど見えるかな、ここ結構ここのは買っています。いや超かわいい。じゃあ次いきます。ここもペンですね。これもきっとポリマークレーのペンの、さっき見せたお花のところのだと思うんですけど、よいしょ、あ違った、 3D プリントのだ。これが一番私が今まで体験した中で一番軽いペンで、 3D プリントのロールストップのペンなんですけど、前にこれを買ったんですね。でこれもロールストップで、全部ロールストップで、ここのお店はこれとちょっと太いのと、あと他にも 3D プリントでペン作ってるところたくさんたくさん、私が知ってる中であと 2,3 箇所あるんですけど、他の色が欲しくて買いました。めちゃめちゃ軽い。あこれがポリマークレーのペンですね。ちょっと今月というかしばらく買ってなかったので多いですけど、気違いと思わないでください。しばらく数ヶ月できなかったストレスがここで発散です。よいしょ、ここにも中身、こうやって中身出ちゃってるのはもうよしとしないと、通関サービスというか転送サービスは使えないので、最初はすごい使い出した頃は気になったんですけど、諦めがついてきました。どうしようもない。よいしょ、これがさっきのこのお花ちゃんと同じペンで、これ短いんですけど、結構このそのベラートさんのトレーってこうここが高いので、こうちょうどこれがですね、こう手をここについてこうピックアップするのになんかちょうどよくて、ここも握り、こっちでも握れるし、で気に入ったので色違い夏っぽいのをこう買ってみました。まあキラキラが大好きなんで、基本キラキラが入っているものを入手する傾向にあります。これはなんだ、あれワッシュテープ買ってないんだけどな、なんだろう。このワッシュテープは日本のマスキングテープで、かなり海外よりも日本の方がここだけに関しては多いので、誰からだ、 Oh, it's from Katie。 これ私その海外でYouTuber の人のパトロンっていうのになってるんですけれども、それの、何ヶ月か、パトロンしていると、その彼女が送ってくれるそのギフトですね、こうちょっとラウンドの AB と、これは黄色の両方ラウンドですね、でこれで和紙テープです。で次が、よいしょ、おお、これは私がオーダーしたカスタムのペンですね。カスタムというのはこうこれを削り取る前のブランクを、ブランクっていうのがこう円柱みたいなこういうのなんですけど、それを買ってターンしてもらう、この形にを選んで作ってもらいました。かわいくないですか。でこのブランクで見るので、実際ペンになった時に、どういう風になるかっていうのは見えないんですけど、持ちやすい。ちょっとやっぱり長くて、外人さんのサイズなのでちょっと長くてこう太いんですけど、ずっと細いのばっかり使ってると、さっきも申し上げたみたいに、それはそれで腕が痛くなるので、おいいですね。でこっち側のシングルプレーサーの方がこういうシェイプになってて、こっちのもう一箇所の方が少し丸くなってる、ここの持ち手が、おお、これはすごいハッピーです。これは買ってよかった、満足です。で、あとはベラートさんのトレイですね。これもしばらく買ってなかったので、このシルキーシーグリーンだったかな、お、なんたること、終わったってよかった。ストッパーがないかと思いました。ストッパーと、あ、ツープレーサー1個買ったのかな、私。そうですね。で、これは、皆さんご存知だと思うんですけど、これが取れるので、
結構最近はこの3つ にディバイドして3色ここに入れるのではなくて、これを取ってロングトレイとして使うことの方が私多いですかね。でこれがストッパーで、ここ、蓋ができます。あと確かレインボーの、トレイに間に合ったのでレインボー買いました。レインボーのマックスと、ラージ2つとスモール、スモール4つ買ってますね。これは前ミステイクですね。2つだと思ってた。これがね、今度使ってみたいベラ、ベラなんて言ってたかな。ここが全部マルチプレーサーなりシングルプレーサーなりがさせて、もちろんカバーマインダーというか、こう滑らないようになる。これをですね、ベラートのニコールさんとジェイミーさんとか結構最近使ってる人多くて、これがもし手にあったら一時ペン変えなくていいのでこれはこれで便利かなと思って試してみようと思って買いました。でレインボーの色はこれと、よいしょ、あらた、あった、よかった。一回だけその転送業者さんか通関のせいで蓋がですね、綺麗に閉まらなく、閉まってなくて曲がっちゃってて、で、ベラートさんの方でもそのインシュランスあるんですけど、それは転送会社さんの方がちゃんと保険で全額負担してくださったので、しょうがないですよね。海外から買ってるから、そういうことは、ショックだけど、諦めるしかないというか、誰にもどうしようも、できないことなんで。こっちの色は全然違いますね。これは緑と赤、黄色、ちょっと違いますよね。これが2色。前のはですね、もっと柔らかいんですよ、変わり方が。でもそのこれはストッパーですね、これのスモールので、マックストレイがゴールドとオレンジで、ちゃんと色変えて考えて送ってくれてるんですね、これきっと。これ中緑、これオレンジ系、後ろは、ここがちょっとエンジっぽい紫で、こっちがライラック的な感じですかね。かわいい。ここのちょっちょ入るようになってからすごいこれがさらに可愛さが増したなと思ってるんですけど、よいしょ。ストッパーは、ここに全部一緒になってるのかな、ちょっとそれを最後に。でこれがラージ2つ、よいしょ、よいしょ。これも2色違うのをちゃんと送ってくれてますね。今度ここが上が緑で中がオレンジと、光のあれによってちょっと変わってきます。オレンジ系ですかね。こっちはオレンジと紫。満足です。こんな感じで私の数ヶ月ぶりですけど、お楽しみタイムにお付き合いいただきましてありがとうございます。ワックスビデオ頑張るので、ご興味があったらそちらもよろしくお願いします。では今日はこれで、どうも失礼します。